今回はこちらの積分を扱っていきます。コサイン3乗 x 分の1の dx ということで、コサイン3乗が出てきたらどうすればいいか。まあ、急に3倍角とかで何とかしなきゃって思わなくて大丈夫です。これは分母と分子にコサイン x をかけてあげましょう。なんか似たようなこと、以前サイン x 分の1の積分の時にもやりましたね。その時と同じような手法です。今回はコサイン4乗 x 分のコサイン x になるわけですね。そうすると、コサイン x dx が作れて、この分母、サインに書き換えるんですよね。ということで、これが、1引くサイン2乗 x のカッコ2乗って考えられるわけですね。このような形になります。そうすると、何を置換するんでしたっけ？はい、サイン x を t と置いてやっていきましょう。ということで、サイン x イコール t と置くと、コサイン x dx イコール dt と。ここで、はい、コサイン x dx が出てきましたね。で、気をつけなきゃいけないのが積分区間。0から4分の π まで、x が動くとき、t は、サイン0は0ですね。4分の π のとき、サイン4分の π は、ルート2分の1というふうになります。ということで、この式書き換えると、0からルート2分の1まで、そして1引く t2 乗の、括弧2乗分の、コサイン x dx がちょうど dt になるので、これの dt と。いうふうになるわけですね。はい、ここで分母、結構大きな次数、4次式になりましたね。で、これ何するかっていうと、まあまだもうちょっと丁寧に書くと、これ因数分解できそうです。0からルート2分の1までの1、プラスマイナス、和と差の積ですね。1プラス t と1マイナス t の、まあ2乗2乗。こういう形になりますね。はい、分子の次数と分母の次数を見比べたときに、ちゃんと分母の次数より分子の次数が小さくなっているので、あとここから考えられること、ここから部分分数分解していきましょう。はい、次数が大きいとき注意ですね。この時の分母として考えるのは、まず1プラス t 分の a と置きましょうか。そして1引く t 分の b と置きましょう。そして1プラス t の括弧2乗分の c ですね。そして1引く t の2乗分の d と。はい、こうやって分子の計算をしていきましょう。あとは高等式みたいな感覚で計算していくとどうなるかというと。はい、ちょっと長くなりますが、計算して整理するとこのような連立方程式ができます。ここからわかることは、a から d まで全部イコールで4分の1ということがわかりますね。ということで長くなりましたが、部分分数分解をするとこのような形になるわけですね。あとはそれぞれ大変ですけれども積分していきましょう。まずこれ積分すると、マイナス1プラス t 分の1っていう形になりますね。で、これ、マイナスで、中身の微分でマイナスが出てくるので結局プラスかな。1引く t 分の1という形になりますね。そしてここがログ1プラス t。ここがマイナスが出てくるので、マイナスログ1引く t という形になります。はい。あとは代入して計算をしていきましょう。ということで計算大変ですが、一つ一つ丁寧にユリカなどしていって計算していきましょう。答えは2分の1倍のカッコルート2プラスログルート2プラス1という形になります。Just